はい、ということでですね、今回は、カーパーキングマルチプレイヤーのベータ版アップデートのですね、こちらの紹介をしていこうと思うんですけども、まあ今回ですね、7台追加されましたけども、まあアベンタドール SVJ で、まあ最後でいいのかなとは思っております。まあジープもですね、一応まあ課金コインなんで、ちょっとどうなんかなっていうところはあるんですけども、まあとりあえずですね、いや、ちょっとまあ、それはコメント欄でですね、募集したいと思います。書いてください。ジープも見てほしいですとか書いてください。これはですね、145,000緑お札束ということでですね、アップデートが来たらですね、皆さんも簡単に買えると思うんですけども、まあ先行して見ときますよということで買わせていただきます。さあ、やってまいりました。あ、ちょっとホイールが嫌だな。ホイールが嫌だな。アップグレードをですね、見ましょう。まあこれですね、あのウィングがですね、ついてます。で、これは、取ることできるんですね。ウィング取ることができます。ウィング取ることができますが、もう勝った状態からついてるよということです。まあボディカラーはですね、やはりの黄緑色にしとこうかなというところでございまして、まあこれはですね、足回り、まあ何もいじらなくても、まあそんなに違和感ないんじゃないかなというふうに思います。これはですね、アベンタドールも今となっては何なんだこれはという感じなんですけど、まあこのアベンタドールがですね、まあいてるわけじゃないですか。まあこっちで見た方がいいか。これですね、これが、700馬力ということなんですが、これはですね790馬力ということで、ちょっとだけですね馬力が上がっております。あ、ちょっと待てよ、これヘッドライトカラーあるんじゃないですかね。 ありますね。やはりここを色変えれます。いいね。さあ、ということでやってまいりました。こちらはですね、シティ2でございます。見た目といたしましてはですね、こういう感じとなっております。こういう感じですね。で、とりあえずまあライトとか見ますか。あ、すごいすごいすごい、プロジェクターのヘッドライトですね。いいですね。で、ウィンカー、あ、これはまあアベンタドールとまあ普通に変わらんかもしれないですね。はい、バックライトもちゃんとあります。それではですね、内装を見てみます。まああんまりまあ一緒かな。お、ちょっと待てよ、これどうやったかな、一緒に変わってるっていう可能性もありますよね、アベンタドールも、はい、いやこれもメーターがいいですね。こちらがですね、アベンタドールの内装ですが、あ、こうやって見ると全然違いますね。でこれもうアベンタドールのメーター、これ何もないですからね、これこうやって見ると全然違います。結構アベンタドールの方は中がですね、まあ、真っ黒というか、うん、まあこういうところはですね、近いとこあるかもしれないですけども、かなりですね、もう中がもう真っ黒な感じですね。真っ黒か茶色かちょっと分かんないんですけど、で改めてですね、こうやって見るともうやはり全然違いますね。もうカーボンのドアの内側であったり、赤のラインとかですね、これここも見てください。これ足置きのところもですね、これはなかなか凝ってますね。凝っとるわ、ほら凝っとる凝っとる凝っとりますせ。でまあここでもですね、やはりこう見比べるとちょっと違うんかな。あ、でもどうなるな、これもこれでなんか雑い気はしますけどね。こういうとこ見たら、ボタンとか見たらちょっと雑いですけど、とりあえずですね、このメーターはかっこよすぎますなということで、おっと降りちゃった。降りて外から眺め回します。そして乗ります。さあ、ではですね、ちょっと運転をしていきますが、はい、ですね、キープレーンがやっぱりできへんかったっけな、ここら辺は。キープレーンが使えないよということでございます。凱旋門の方に行って、凱旋門キャンペーンを行いたいと思います。ちょっとそうじゃないとですね、まあ、走ってる様子あまり見れないよということで。あ、危ない、寄ってきた。あ、凱旋門キャンペーンを実施しております。どっちやったっけな、これ
こっちかな。ここら辺でもうそろそろ行ける？あ、無理ですね。あ、行けた行けた、行けました。これ行けたんですけど、もうこのまんまこっち行ってくれんのかな。行ってくれそうですね。おお、大丈夫か。これどう行くの。あ、そっち、あ、行ってますね。おお、おお、ちゃんと運転しております。ちゃんとね、運転しておりましたね、今。まあ、あのアクセル押しながらですね、アクセル踏みながらこのカメラを回すということができないんで、ちょっとですね、その部分だけどうにかできたらなとは思うんですけども。ちょっとですね、あのシングルターボだけ買って、あのエキゾーストショットだけつけてきました。だからまあ一応シフトチェンジしたらパーンとですね、火が、まあ、出たり出なかったりという感じでございます。うわー、なんだこれは。いや、水色やな。いやいや、おかしいおかしい、何これ。ちょっとさっきんとこはですね、水色の地獄でしたね。水色地獄でしたね。さあ、じゃあちょっとまた中から行きましょう。中から行きましょうと言っても、まあここあれやからな、まあ右シート乗りますか。右シート、なんか音が2個聞こえますね。なんかずっとバーンって言ってんのと、踏んだら時の音と、2個あるの。お、すごい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 、皆さん見てください。ここにですね、エンジンがあります。エンジンが V12 と書いております。すごいっすね。で、まあ、あのバギーはですね、サスペンションとかありましたけど、やっぱこういう普通のクマではですね、サスペンションまではないわけなんですよ。まあ、もともとですね、これキャリパーもなかったと思うんですけど、キャリパーというかローターか、ディスクローターですね。で、キャリパーはある。で、これディスクローターもちゃんと回ってはいますが、パッドが、ブレーキパッドがついてないんじゃないでしょうかということで。あ、これあれやな、キスクローターペラペラですね、うん。まあ、あのでもここだけこうやって見たらですね、非常にリアルな感じ。あ、キープアシストがなくなってる。これはやばい。あっと、危ない危ない。ちょっとですね、すごいアングルで運転しております。これは運転がしにくいです。あー、降りた降りたで、皆さん降りましたで。これ、あー、キープレーンつきましたね。さあ、ではですね、また、まあ、この車もですね、非常に綺麗にバックミラー映っております。てか、まあバックミラーだけじゃなくてですね、おっと危ない。この上にもですね、なんかありますね。まあ、照明のやつですね。さあ、ではですね、ちょっとまたメーターをですね、見たいんですよね。さあ、こういう感じです。いや、やっぱこのメーターはだいぶかっこいいですね。これはですね、いいと思います。最初からあったアベンタドールもですね、やるべきなんじゃないでしょうか。でも、あれ真ん中丸でしたけどね。
どういう違いなんやろな。うわあ、怖い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 。荒ぶっております。さあ頑張れ。見ますよ、こっからで見ますよ。もうちょっと前を見たり、こういう感じでいくか。さあこっから、わっとぶつかっております。あ、左のミラーがギザギザになってますね。まあ大事故するか、どっか突っ込むか。やばいやばいやばい、今325キロ出てますね。330キロ340、ちょっとずつですけどどんどん加速しております。さあこれも高速で、あーっと大事故発生しました。さあどうなったのでしょうか、見に行きましょう。お綺麗やな、めちゃくちゃ。あーこっちか。あーやっちゃってますね、これは。これはやっちゃってます。でも前は綺麗ですね。左もやっちゃってますね。これさっき向こうの方でやったやつですかね。まあ、もうちょっと行ってみましょう。もうちょっと、さあよし行け。さあどこまで行けるかな。あーちょっとそっち行ったらまずいんじゃないの。あれこれまたあれか、戻ってる。あ大丈夫ですね、これは当たるかもしれない。無理だね。あ行けた、あ行けた行けた、あ行けた、来ました。あでもそれていく、それていく。うわ微妙な終わり方です。これは微妙な終わり方です。もう一度ですね。ちょっと今のは微妙すぎました。見えません。いや毎回これカメラ動かし直さなんかのめんどくさいですね。あ、そっち行ったらまた帰ってまう方やん。それはミスってるよ。こっち行きましょう。 OK。 さあこれでどこまで行けるかっていう話ですよ。まあ多分普通に考えたらモーテルあたりでですね、ハンドリング失ってまあ暴れ狂うことになるかなと思うんですけど、モーテルあたり。おっと、もうちょっと危ないよ。ここは大丈夫ですよね。ここら辺、ここら辺。これ300キロとかでいったら無理でしょう。うわー、おーすごい、いった、来ましたね。結構耐えてますね。おおお、危ない危ない危ない。お金もゲットしました。おお、耐えてます耐えてます。もう無理か。おおすごいすごい、これが SVJ の力です。おおすごいですね。そんなにいけるとはちょっと思わなかったんですけど、はい、もうさすがにですね、大変なことになりました。おちょっと待って、これ電車おかしいとこ走ってんな。ちょっと待って、なんか電車おかしいぞこれ。電車バリクソ浮いてるやん、どこ行ってんの。びっくりした、思いっきり岩の中突っ込んでいってますからね。はい、ということでですね、アベンタドール SVJ いかがだったでしょうか。まあかなりですね、情報も前から出てたので首を長くしてですね待ってた方は多いと思います。まあこれまだベータ版ということで、正式版はですねいつ来るかわからないですけども、正式版が来たらですねぜひ買ってみてください。ということでよろしくお願いいたします。